韓国ではミサイル発射が成功したかどうかに注目が集まっています。中継です。まず北朝鮮の朝鮮中央テレビはこのあと午後0時半から特別重大報道を行うと報じました。そこで今回の発射について何らかのことが伝えられるとみられます。今韓国で最大の焦点となっているのは発射が成功したかどうかです。韓国国防省によるとミサイル発射地点から南に790キロ、高度380キロ余りの地点でミサイルが韓国のレーダーから突如消えたということです。そのため連合ニュースは発射は失敗した可能性があると報じていますが、現在韓国政府などが日米などと協力しながら確認中だということです。